と見てたから。マジですよ、打撃のプレッシャーもやばいです。恐れはないです。まあ、こんなチャンス一生に一度あるかないかのチャンスだと思っているので、まあ、僕は今までまあ彼よりも一回り以上生きてきていろんなステージ立ってきて、まあ、人生の厳しさみたいなのを僕がまあそのステージで教えられたなと思ってるんで楽しみです。周りの意見とか家族の心配とかも振り切って、あとピッチの上で最後ヘディングとかでゴールを決めて、それで倒れて死にたいぐらい思ってるんで、やっぱり自分が今回の試合に出れるっていうのは、話題戦でこうやって出してもらえるんで、認められるアスリートにもならなきゃなっていうのは思います。